芝生を張っていきます。まあ、水の管理がちょっとあれかなと思ってスプリンクラーをつけて植栽地のとこだけ浸透するホース。花台ここ一つ設け、二つか。であと花壇の縁、縁石からをこう荒らして。ワクチップですね。ここはもう全面的にもう芝生になるんで、ここはもう大体10センチ内外ぐらい敷き詰めて、で芝生を張っていっちゃいます。はい、ここはもう今打ってないところは全面芝になります。神奈川県は黒土っていう形であれだったんですけども、山梨は黒土をやっぱりないんで、畑の赤土っていうような感じのやつをちょっと購入しました。まあ、すごい畑で使ってた土なんですけど、ちょっと赤に近いですよね。まあ、これを入れて芝生を張っていきます。芝生はこうと、あとこの屋根を下も入れちゃいます。従業員の方の休憩施設にも、まあ、野外休憩施設にもなってますから、ここで、はい。一応芝生を張ったん で一応自宅じゃないんで、事務所なんで、まあ、水の管理がちょっとあれかなと思って、まあ、こんだけの面積なんで、まあ、一応スプリンクラーをつけて、まあ、蛇口を回せばある程度かかるっていう形を取りたいと思っています。
で、まあ、ホームセンターで購入できるやつを一応買ってきました。まあ、これあればもう一人で手ってこう巻くよりはこんだけの面積で大変なんで、少しでもこれを1箇所、2箇所、3箇所、駐車場、4箇所これ2つだけど4つぐらいまでのあるんだけど、まあそれぐらいかな、5つ6つだと圧がこうんだ違くなっちゃうんで、だから2つぐらいが一番。そうですね、これじゃあうち1つで OK。 どのぐらい、あと植栽地のところだけ浸透するホース、穴が開いてるやつで、それも一応つけます。でこれを、これは植栽地でやるとじわっと水が染み出てくるやつ、これをこうやって、植木と樹木とそれから地肥類とチップを混ぜてちょっと化粧、そうそうです、ここは植栽地です。縁を見た感じ、ちょっと縁だけ押さえようかなと思ってしまうね。このスペースはセンターボックスとか排水があるので、この角だけ一応あの地肥類、小さな植物植えようかな。ここのコーナーに入ります。
します。やっとこれで出来上がりました。そうですね、基本的にここは事務所なんで、事務所を兼ねて倉庫という形で、まあ、業者の方が今仕事やってても車が30台ぐらいバーって入る場合もあります。全面これやるよりは一角だけでもちょっと緑のグランドがあった方がいいかなということで、これは、まあ、平らよりは最終的にちょっとマンドをつけました。まあちょっと起伏が変化あったものはこっちから見てた時も、まあ、多少面白いかなと思ってそういう形にしました。一応ですね、スプリンクラーが、4つで、立ち水栓が 2箇所ありますから、それを移動することによって結構全面的に換水は、まあ、一応試験的にもやりましたけどできますから。で、一応ですね、事務所というかちょっと面白い洋風の建物にデザインになっておりましたから、建物際だけはちょっとレンガ色と、それからちょっと植物を多めに入れた形で、まあ一般住宅のような雰囲気的には持って行ったんですけど、ここもちょっとある程度くなげとほっとでは乾水じわーっと染み込むような感じで水をやれますから、ちょっと事務所にいる間に水を取った時もひねっとけば2、30分ぐらい、もしくは1時間ぐらい出しとけば乾水できますから。そうですね、だから、ね、今まで採石だけだったんで、ちょっと夕方ぐらい強かったりするんで粉っぽく、ほこりっぽくなっちゃうんで、まあ、これだったらもう完璧に砂ぼこりはないんで、よろしいかと。近隣に対してもご迷惑がかからないと思います。で、ほとんど雑草も生える面積っていうのがないんで、あとはもうちょっと芝生の部分がこれから雑草がね生えたりしますけども、まあそれはもう緑としてもそんなにおかしくはないんで。まあだまあね、こびった個人じゃなく、個人一般住宅のお住まいの住宅じゃないんで、まあ一つの事務所とおよび倉庫っていうことを兼ねたスペースの空間で、まあその中で、まあ、ちょ少しでも造園的な空間で、駐車場も、まあ、少し柔らかみを感じるような駐車場になった、なったかなということではいいかなと思っております。はい、そうですね、こう、まあ、一面全部同じコンクリートっていうよりは、まあ、一枚一枚洗い出しでチップでやって手間をかけた分だけ感じが、表情が一枚一枚
違うという面白さがあるかなと思ってます。はい。で、一応ですね、今回これで終わります。ありがとうございました。